よし、じゃあ行きましょうか。よし、よいしょ。果たしてどうしようかなと思って、椿ライン行きますか。どうしようかな、椿ライン行ってまた椿ラインで戻ってくるか、なんだっけ、箱根湯河原パークウェイだっけ、それ乗るか、ちょっと下行ってきみよう。よし、行きたいと思います。すいません。よし、行きましょう。よし、止まれ、椿ライン行きます。せっかく来たんで行きましょう。まだ7時18分だから、あんま早く行ってもね、通勤ラッシュに揉まれるんで、いいでしょう。前あんまり天気良くなかったしね、うん、はい、もちろんゆっくり行きますよ。どうせ今日も空いてるでしょう。ういっす、ういっす、いっさい。R さんに GTR、 やっぱいいね、こういうところ。はい、車だったら楽しいでしょうね。よし、よいしょ。前来た時は夏前だけかな、来たの。だから草とかね、いろいろ生えて景色は分かんなかったけど、まあ、冬だとね、ちょっと見えるね。おお、すげえ、できる。道になんか落ちてる。よし、すげえ景色、素晴らしいぜ。よし、おお、すげえ、だんだんきつくなってくる、ここ。なかなか膝をするつもりだったのかな、今でした。すげえ、僕は攻めに来てませんからね、走りに来てるだけですから、景色を楽しんでるんです。よし、はい、全然違うね、この間来た時と。前は本当に緑が生い茂ってたから、こういう景色があんまり楽しめなかった。こういう季節の方がいいかもね。ただ雪は降るかもしれないけど、この辺からちょっと道が悪くなるかな、確か。よし、よいしょ。いや、やっぱ楽しいな、この道。みんないいって言うもんな、よくできてるわ。それほど路面状況も悪くはない、よくもないけど。よし、これね、本当は登り行きたいんですよね。だからどうしようかなと思って、だから攻めてる人もいるっぽいからな。そのまま湯河原パークウェイ行こうかな、やっぱ。
持ちいい、楽しい。だいたいこういうとこって怖くてダメなんだけど、僕なんかでも楽しいですから、ちょっと気をつけていきたいけどね。いや楽しいな、この道、この道はいいっすわ。なかなかこっちの方綺麗だね、道が。思った以上にこんなんだっけ、もっと荒れてたようなイメージだったけど、よし、よし、腹減った。左行くとちょっと休憩できるところがあるみたいだけど、まあいいや、このまま行きます。一切邪魔が入らないっていうのは素晴らしい。オールクリア。この辺からちょっと道が悪くなる感じかな。よし。いやでも楽しいな。めっちゃ楽しい。イッサイッサ。どうしようかな、もう一回 U ターンしてくる。すげえ悩んでる今。
その気になっちゃう。どうしようかな。上りも堪能しようか。悩み中。よし。結構あるね、距離。どうなったっけ。ここ来たね。こういうの本当やめて。本当に綺麗に走ろうぜ、みんな。自然を大事に。よし、湯河原のとこまで来ましたね。そろそろゴールかなって感じだけど。よし、ここよいしょ。ボコボコ、この辺は道が悪いですね。よいしょ。よし、お、楽しい。この辺楽しいぜ。
食かな。やっぱ湯河原パークウェイ行こうかな。上りはね、いつかね、なんていうかね、伊豆行った時の帰りに行こうかなって実は考えてるんですよね、うん、まあその時に行こうかな。なんか同じ道を戻るっていうのがあんまり、うん、有料道路だけどどうしようかな。結構距離があるね。結構つきそうでなかなかつかないって。よし、まあ登ってく車もいるし、湯河原パークウェイ行こうかな。まあ有料道路だけど、まあいいや。また来ます。すげえここ駐車場バイヤン来て、はい止まり、湯河原パークウェイ行きますか。